ほどから小杉さんが言ってますが、今のところでね、しか行きたかったんですが、これは荻原がスピードで抜け出していく、左足を振り抜く、これもゴールイン、今日2得点目、荻原。得意の左足で今日2得点。そうですね、あのスピードもこう乗った、ね、ドリブルと、はい、まあ、中にリームを詰めてたんですけど、もうそこは思いっきり、ね、自分の良さというものを、ね、振り抜いてね、はい、ディフェンションになったんですけど、まあ、やはりこうあそこでシュートを打つっていうところがね、はい、得点につながったと思いますね。これもいい裏へのパスが出まして、まあ、萩野が届くか届かないかというところ。やはりこうやって背後ですよね、はい、足には、ね、当てたんですけれども、これが逆に